はい、どうぞ、こんにちは、ノアです。今回ですね、ビッグバミッションの5弾が始まってから、だいたい今3日ぐらい、4日ぐらいか経過したと思うんですが、そんな中でこのね、シークレットレアのベジェットゼノ、超フルパーサイジン4限界突破、はい、こちら当てた方もね、非常に多いんじゃないかなと思いまして、今回これの性能解説だったり使い方説明の方ね、やっていきたいなっていうふうに思います。さあ、まずこちらのベジェットゼノの性能なんですが、HP が2000でガードが1000しかないんですが、パワーが9000っていう風にね、かなりパワーによったステータスでバーサーカータイプと、いうことなんで、本当に火力に特化した感じの性能してます。で、ギャラクシーエターナルソード、こちらも必要な時8個なんですが、威力がものすごく高いので、ステータス面に関してはすごい火力によってるような、イメージですね。で、アビリティが最強を超えた超覚醒で、アタッカーにした戦闘力バトル終了時、自分よりパワーが高い敵アタッカーがいると気力ダメージを受けなくなり、一番パワーが高い敵を攻撃する。また自分の攻撃時、敵チームが3人以上の場合、自分より敵のパワーが高いと攻撃する敵のパワーを永続で2000にするという効果ですね。はい、ちょっと複雑なんですけど、まず発動条件としては、アタッカーにした戦闘力バトル終了時に、一番パワーの自分よりもパワーが高い敵がいた場合にアビリティが発動するという、風な、ね、効果しています。はい、なので自分よりパワーが、ね、高い敵、つまりこの9000以上の、パワーを持つ敵がいないとアビリティが発動しないんですよね。で、まあ、そこだけがちょっとね、使いづらいんで、まあ基本的にはこのベジェットのパワーはなるべく上げないようにしたい、っていう立ち回りが望ましい。で、記録ダメージを受けなくなり、一番パワーが高い、敵を攻撃するようになると。はい、これもいいよね。バーサーカータイプだからね。はい、記録ダメージ受けなくなるのも強いし、一番パワーの高い敵を攻撃するようになるので、その後にこのアビリティですね。はい、自分の攻撃時、敵チームが3人以上の場合、単純にカード枚数がね、あの7枚あるバトスターとかだったら毎回ね、発動します。で、自分より敵のパワーが高い場合に、攻撃する敵のパワーを永続に2000にすると、いう感じで、まあ本当にこれに関してはね、使い方がちょっと難しいんですよね。まあベジェットの初期パワーがこれ低かったら良かったんだけど、で9000なのですごいここが高くて、まあアビリティ発動がちょっと狙いづらいと。ただ相手が自力でそのパワーを上げてくる場合、ゴンゲビルスとかさ、孫悟空 BR みたいな感じでパワーを増強する敵に当たった時に、このカードはマジで進化を発揮する、そんな感じの性能をしております。で、永続で2000にするなので、要は敵のパワーが5万あろうと10万あろうと2000にすると、まあベジータオゼノみたいな感じで、で毎回ですね、はい、攻撃するたんびに敵のパワーを2000にしていくという結構いやらしい、効果して、しております。まあ一番刺さるときは多分ビルス戦だろうね。これはもう完全にビルス戦だと思 う破壊のゴンゲを先にね、戦闘力バトル終了時に発動させておいて、アタッカーかける3000パワーアップだから、まあ、余裕であのビルス4万とか3万とかパワーいくんだよね。で、それのタイミングで先行取って、アビリティが破壊のゴンゲの後に発動するので、その後にこのベジェットのアビリティ発動させておいて、攻撃したときにパワーを2000にしておくと。2000にすると相当火力下がるし、まずまずそのワンキルとかもね、多分されることがなくなるのかなと思いまして、本当にパワーを、まあ、とにかく削るような、カードですね。ただこれに関してはそうだね、まあ、逆にタンバリンとかと相性が良くないんですよね。要はそのタンバリンって戦闘力バトル使用時にパワーを下げちゃうので、その後にパワー2000にするだとあんまり意味がないと。で、しかも自分より敵のパワーの方が高ければ、高くないといけないので、どちらかというとタンバリンとか、まあそういったパワーを削る系はできる限り入れない。で、こっちのパワーを上げる系はなるべく入れない、っていうのが望ましいです。なのでアビリティちょっと使いづらいんだけど、まあ発動したらね、毎回敵のパワー2000にできるので、まあそこら辺はすごくいいのかな。うん、ヒールアバターとかはね、多分結構刺さると思うし。で、エナジーチャージユニット持ちで、ベジットゼノとマジンドミグラ、ロベルでユニットが使えます。で、このユニットがすごく使い勝手がよくって、必要な陣1個なので、まあ初日のプレイ動画みたいな感じで、こう1ラウンド目からユニット技を狙うことができます。はい、制御されし悪魔のね、ブロリーがラウンドの開始時にエナジーをラウンド数かける1個アップするので、1ラウンド目に1個溜まって、そこからこれを使うことによって1ラウンド目からまあユニットが使えてしまうと。
で、堅実な戦法もね入れることによって、ユニット発動時に記録を2本自分チーム全員回復するので、そのタイミングで自分チーム全員をアタックエリアに出すと時々玉を取れてエナジーもがっつり溜まると。時々玉でエナジープラス2があるので、ちょうどエナジーが8個溜まるような感じなので、このギャラクシーエターナルソード、はい、これがね1ラウンド目から発動できちゃいますと。はい、そういうデッキが基本的には強いかなって思いました。はい、魔人ドミグラとロベルだしね、ユニットメンバーもめちゃくちゃ優秀で、まあロベルはどちらかというとその UM3 段の UR じゃなくて今回の UR の方がいいっていうのも、あっちを使ってしまうと、パワー自分のパワー上げちゃうので、要はこのアビリティとの相性が良くないと。なのでできればロベルは UM3 じゃなくて、今回の BM5 段の UR ロベル、ここにいたかな、はい、これを使いましょう。でさらにこれは有能な秘書の格索ユニットで敵チームの戦闘力を3000以上アップさせなくし、敵チーム全員の CI スピードを速くすると、こういったユニットを持ってます。必要エナジー4個なので、まあ2ラウンド目、こう1ラウンド目さっきのでエナジー8個たまるので、その後にこれ2ラウンド目に使うと1ラウンドで開幕ユニットで、2ラウンド目でロベルの戦闘力制限ユニットで先行と倒すという感じのデッキが強いと思いました。はい、これもね初日のプレイ動画でねそのまんまの動きでやってるのでぜひ見てください。はい、ちなみにこれ、完璧な秘書のサポートってアビリティ持ってまして、ドミグラにリンクラインするとこの固定ダメージ、プラス2000が4000にアップするんですよね。で確か記録は全回復するので、ドミグラに、2ラウンド目にリンクすることによって、まあ、4000ダメージアップ、まあ、激怒極的な火力が、出すことができるので、まあ、敵にジレンのねこの UR とかがいなかった時にもうロベルのリンクラン出てとどめを刺すっていう、そういう感じのね戦法が強いと。でドミグラの枠に関してはまあこれでも全然いいんだけど、正直まあ相性抜群っていうほどでもないから、まあドミグラは本当に何でもいいかな。あの魔教家のシークレットとかで、ただこっちのドミグラってすごい性能があのちゃんとしてて、これね波動が良いもので、アタッカーにした作戦決定時に敵アタッカー人数 ×1000 自分のパワーと戦闘力がアップするんですよ。でつまりはまあ1ラウンド目からさっきのでね、あの開幕ユニットでねもうみんな記録満タンの状態で全出しするとまあ大体1万9000とか出るんだけど、そこからさらにこの波動を歩むもので戦闘力が敵アタッカー ×1000 アップするんで、まあ同じく開幕ユニット型のデッキと遭遇した時にドミグラがいると先行が取れる。でさらに自分のパワーに応じて敵チームのヒーローエナジーをダウンする毎回、これ2個とか3個とかダウンさせることができて、まあこれに関しても結構ねいやらしい、うん、攻撃時っていうのがすごくいやらしい。はい、まあ、そんな感じでユニットメンバーはね、ドミグラロベル今回の段の UR、はい、これどっちも強いんでそれをそのまんま使いましょう。はい、なのでこのベジットのお供としてはまあこの2枚が、挙げられるので、まあ、ぜひねこれを狙ってる、ま、もしくはまあ当てた方とかはこれもぜひね一緒に狙っていただきたい。はい、まあ値段の方も結構これ下がってきてるので、まあそうだね、ロベルとかも多分2000円台で買えるし、ドミグラは1000円台ぐらいで買えると思うので、まあベジットだけ持ってて、サブのメンバーがいないとなった時にこれ2枚セットで3000円いくらで買えちゃうのでね、はい、そんな感じで揃えてもいいのかなと思います。はい、限界突破のスーパースラッシュで、敵のダメージ軽減効果を永続で 50% ダウン、敵チームヒーローエナジーマイナス2 1回限り、はい、こちらのカードアクションアビリティを持っております。タッチアクションか、はい、これに関してはまあおまけじゃおまけなんだけど、まあ最後の2ラウンドのとどめ、もうベジェットズノの方のデッキって基本的にその2ラウンドで終わらせるような感じのデッキなので、まあそれの時にこのね、はい、スーパースラッシュで最後の最後にこれとどめを刺すという時に使えちゃいます。はい、続いてデッキの一例なんですが、自分が使うとしたらこんな感じです。一応ノンアバにしてみたんですが、正直このデッキ、ノンアバの方が無駄がなくっていいかなと。っていうのもね、あんまりアバターを入れるスペースがなかった、うん、もし入れるとしたらまあフィーンを変えた方がいいんだけど、フィーンを変えちゃうとちょっと2ラウンド目でね、逆に相手に戦闘力制限ユニットとか組まれたり、あとは逆ワンキル受けたりとかいろいろ怖いので、やっぱりフィーンはフィーンで欲しいと、かといってちょっと削る枠がないので、まあまあまあそうだ、異次元も異次元でね相性抜群だし、ガード1にすると相当火力アップするので、まあ、欲しいかなと思いまして、こんな感じの編成でどうでしょうか。はい、まあこれはね、そのまま初日で使ったデッキなんですが、かなり強かったし3連勝できてるので、かなりおすすめです。で編成難易度的にも、まあ、ベジェットさえ持ってればそんなには、うん、まあ、フィーンはちょっと高いけど、制御ブロリーもそんなに言うほど
多分2000円台とかで買えるっていうのと、あのこの制御ブロリーが1枚あるだけでめちゃくちゃデッキの幅が広がるので、あのまだ持ってない人は本当にこれ1枚買った方がいいと思う。で堅実な戦法に関しては、何でもいい。今回はね、あのキーソードのトランクスゼノンを使ってるけど、あの正直言ってここの枠は何でもいいです。はい、堅実な戦法を持っていれば、いいという感じなので、まあ、前回の孫悟空ゼノンのキャンペーンあれでもいい。うん、まあ、逆にあっちの方がヒーロータイプでね、気力の持ちがいいし、もしかしたらあっちの方がいいかもしれない。はい、トリプルアタックもね、おまけで持ってますので、まあ、2ラウンドのとどめとかもできるし、まあ、ただ一番いいのがやっぱキーソードロックトランクスで、このトランクスに関してはね、そのデッキ相性の悪さを覆すことができるので、2ラウンド目でこのアビリティ発動されたらマジで積むなと思った盤面とかで使ったりとか、まあ、キーソードと堅実な戦法を持っているこのトランクスでの、はい、これも非常におすすめです。はい、ブロリー買った時はぜひこれも一緒に買ってほしいなと。でまあそのなるべくコスト削減のためにね、前回のキャンペーンでもいいし、今回のコモンカードでも実は堅実な戦法を用いているんですよね。っていうのも、コモンじゃない、レアだ、レア BM5 段レアの孫悟飯少年期、これが堅実な戦法で、アルティメットユニットかアルティメットユニットスーパー発動した場合、作戦決定前に自分チーム全員の記録を大幅に回復する毎回、これ持ってて、なおかつ高速のスーパーエナジー、これめちゃくちゃいいんだよね。まあこれね、本当にコモンとは思えない性能、マジでスーパーレアキャンペーン以上の性能してるので、まあまあまあこのご飯少年期でもあの全然代用効きます。まあそんな感じでちょっとね、はい、まあデッキの枠とかはご自身で変えてみてください。はい、そして最後にね、こちらのベジットゼノの総合評価の方をつけさせていただきました。C から S プラス判定です。はい、まず強さが A プラス、使いやすさ A、 デッキの組みやすさ B、イラストが S となっております。まあイラストに関してはもう問答無用のというか、うん、もう最高ですよね。このベジットゼノの新形態超フルパーサイジ4限界突破、はい、これのかっこよさを最大限に引き出せているイラストだと思います。でツイッターの方にね、こんな感じの、はい、綺麗な画質アップしておりますので、ぜひこれもね、はい、見てください。はい、どうでしょう、めちゃめちゃ綺麗でしょう。まあこれはね、まあ、照明とか、加工とかで、結構明るくしたり色濃くしたりしてね、あのすごいかっこよく見せてるんだけど、まあまあまあ実際に手に取ってみてもめちゃめちゃかっこいいのでね、はい、ぜひ当てた際とかはね、じっくりとイラストを見てほしいなと思います。そして強さですね、はい、まあ、A プラスの方をつけさせていただいたんですが、このベジットゼノは、まあ、このエナジーチャージユニットを持っているので、これだけでマジでもう評価がぶち上がりました。しかもマジンドミゲラとロベルってもう最高のユニットメンバー、もうこれはね幅も広いし、まあロベルのカードはね今回のこの UR がいるので、これで完璧になったかなって感じです。はい、まさかの制限ですからね、もうこれでもうマジでシナジーがね発生しててめちゃめちゃ評価高くなりました。でデッキの組みやすさに関して、あ、使いやすさですね、はい、これもね、あの開幕ユニット型ってそんなにさばき難しくなくて、まあ1ラウンドでユニット使って全出しするだけ、基本的にはこんな感じなので、で2ラウンド目でこれ組んでみたいな感じだから、かなりデッキも使いやすい。で初日に使ったデッキもめちゃくちゃ使いやすくって、あの初心者の方にもマジでおすすめしたいなっていう風に、思いました。でデッキの組み合わせは B ですね、はい、これに関しては、まあ、まずこのベジット自体がね、結構高レート、うん、今回の段でもかなり高レートな部類に位置してるっていうのと、まあサブメンバーに、まあ、まずロベルが欲しいので、この時点でちょっとね編成の難易度が上がっているかなと。あとはまあ制御ブロリーとか、異次元トランクス、フィン、まあここら辺はまあ人によって結構ね、まあ、分かれるとは思いますが、まあ必須枠としてはブロリーと、堅実な戦法で、ここら辺はそんなに高くないとして、まあ後のねフィンだとか、異次元とかがまあまあぼちぼち高いので、一応 B ランクという感じの位置づけにさせていただきました。はい、ということで今回はですね、BM5 段シークレットベジットゼノ超フルパーサイジン4限界突破、はい、こちらについて解説させていただきました。次回以降もちょっとこういった感じのね動画、出そうかなと思っておりますので、まあまあ今回の段ですごくいいなと思ったカードとか、まあ難しいなと、性能的にねどうやって使ったらいいのみたいな、そんな感じのカードをちょっと解説させていただこうかなというふうに思っております。ということでね、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録や高評価などしていただけると幸いです。ビッグバンミッション5段の動画めちゃめちゃアップしてますので、
他の動画もぜひぜひご覧ください。はい、プレイ動画だったりとか、連呼動画とかもね上げてます。あと破壊神アバターのエリートタイプの、使用してみたとか、解説動画みたいなものもアップしておりますので、はい、そこら辺もね見てもらえたなっていうふうに思います。という感じでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。